にちは、はるあんです。今日はですね、この動画を撮りながら初めてこの新しいキッチンでお料理をしたいと思います。お料理というかパンを焼きたいと思います。新しいキッチンができましたっていう動画のコメントで、私がね一番最初にあげた動画っていうのが、なぜかわかんないんだけどかぼちゃクリームパンを作ったんですよね。もうみんな見なくていいです、検索しなくていいです、もう絶対見ないでって言いたいぐらい本当に恥ずかしい、恥ずかしさしかない動画なんですけど、でそのかぼちゃクリームパンをまた今の私の感じで作ってほしいっていうコメントをいただいて、初めてね撮ったのも、まあ形とか見た目は違えどこの家のキッチンなわけだったので、こういう風にその家のキッチンをリニューアルして、こうちょっと私もスキルがちょっとだけついたかなと思うので、あの時はまだ16歳、今は22歳です。もう6年も経ってるんだよ。あ、そう、16歳で私 YouTube 始めたから本当に6年も経っている私のこの成長を見ていただけたらなと思います。って言って全然成長しなかったらどうしよう。それでは早速作っていきましょう。いや、私は本当にね、キッチンをリフォームするっていうのもそうだったけど、なんか、まあ、6年って、私の6年、なんていうのかな、6年って大きいけど、すごくあっという間だったんですね。で、まあ、いろいろあったけど、もう6年前の私にすごい伝えてったら、びっくりするんじゃないかなって思う。だって、6年前は、なんだろう、自由に使える時間も、お金も、なんだろう、権利みたいなのはまあないじゃないですか。ほぼ趣味も生きがいもいろんなことが料理なわけで。だからこうやって料理の道具はね、ひとしきり揃えたりキッチンリフォームまでしちゃったんですけれども、でもなんか本当に嬉しいし、これからもっと料理をしていかないといけないなとも思うし、したいし、なんかねすごくありがたいなって思います。でも本当これは見てくれる方々がいらっしゃるおかげだし、なんかそれ見てくれるだけじゃなくてコメントをくれるとか、なんかもう本当にいろいろね、隅から隅までありがとうございますって感じですね。だってさ、あんなボロボロのさかぼちゃクリームパンの動画もさ覚えてくれてるんだよ。もう本当に申し訳ない。いや、本当に見ないでね、本当に見なくていいです、本当に見ないで、本当熱湯風呂のはなんだっけ、押さないで押さないで押してみたいなことじゃなくて、本当に本当に見ないでほしい。まずは生地をどんな配合にしようかまだ決めてないんですよ。前は本当メモ帳とか無印のノートとか、今も無印の落書き帳めっちゃ使ってるけど、なんかレシピとかね、まあ、管理をしなきゃいけないんですよ。レシピの自分が見やすいようにとか、本作るときはみんなにそれを見せたりとかしなきゃいけないから、iPad でねこう書いて、レシピを書いてデジタル化してるわけなんです。大人になったなーって思いますね。もうほんと6年前じゃ考えられないよ。なんか今日のイメージというか、なんか初期の頃に作ったかぼちゃクリームパン、ほんと素朴なパンを作った気がするんですけど、今回はすごいリッチなカスタードクリームとかぼちゃを合わせた甘いかぼちゃクリームを白いふわふわの生地で、あ、でも待って、生地に卵も入れたいんだよな。はい、はちみつちゃんです。はちみつちゃんは大さじ1杯入れます。大さじ1杯、うー、大さじ山盛り1杯になりました。皆さん、はちみつちゃんがそこに沈んでしまったのでぐるぐる混ぜます。ドビャーと、で、ここをセットして、はい、セットできました。じゃあ、キッチンと回していきますよ。今生地確認したらちょっと粉の量が少ないですね。ちょっと水分が明らかに多かったみたい。ということで粉をまず 30g 加えてみますね。ちょっと調整します。はい、そうしたら一回これ回転を止めて、このまま10分ぐらい休ませます。なんか生地を休ませることで生地グルテンがね、こねなくてもつながるというか、なんかこね途中にちょっと休ませる工程が入るとすごく綺麗な生地になるので、こんな感じでちょっと休ませます。で、水分量多いから
まあ不安だったら上から霧吹きかけてもいいけど、ほんとこのままほったらかしてます。私はバター入れます。おやバター。はい、皆様も何時間経ったでしょうか。パンを発酵させている間にカスタード、かぼちゃカスタードみたいなやつを作ろうと思ってたら、なんともう発酵が終わりそうです。ハルアンのベストおやつに載っているレンジカスタードにしようかなと思って、これがね、私の中では一番美味しいなと思う、まあ、一番っていうか美味しいな、簡単で美味しいなと。甘い感じのクリームを作りたいので、甘さを強くするので、まずはボウルに、はい、薄力粉です。お砂糖もボウルに入れます。大さじ、レシピは5杯なんだけど今日6杯入れます。2、3、牛乳入れます。ボウルに150、薄力粉と砂糖を混ぜたボウルの中に牛乳を入れまして、はい、混ぜて500ワットで2分加熱します。かぼちゃです。かぼちゃね、今ね、かぼちゃ買おうと思ったらこれで200円もしたの、高っと思って。もうかぼちゃ今めっちゃ高いですよね。あ、私だけかな、なんかどこで買ってもかぼちゃ高いからちょっと渋りました今回綺麗なかぼちゃ色にしたいので皮を取ります。で、皮は私加熱前にこうやって取っちゃう方が好きなんですよね。だいぶね、固まってるところも出てきますのでよく混ぜます。よし、かき混ぜて、はい、さらに1分加熱します。はい、卵黄をですねボウルの中に入れます。あ、いきますよ。さあ、おー、綺麗な色だわ。最後に1分加熱します。かぼちゃをカットして、はい、かぼちゃはお皿でラップをしまして、カスタードと入れ替えでレンチンします。じゃん、ラム、あ、いや、今日もラム酒にしよう。本当はバニラかラム酒を加えると美味しいです。バニラエッセンスとかバニラオイルとかだけど、まあ、私はちょっとラム酒の方がカスタードは好きでして、ラム酒を小さじ1杯ぐらいかな入れます。いや、はい、そしたらこんな感じです。最後にぐるぐる混ぜます。このね、熱いうちにバターとラム酒を入れるから、まあラム酒は、まあ、でも熱いうちがいいですね。熱いうちに入れると馴染む感じで、バターを溶かしながらぐるぐる混ぜて、でラップはこうやって這わせるようにぴっちりラップをします。上に保冷剤を置いて、ちょっと余熱というか粗熱か、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れて冷やします。あえて綺麗に潰しすぎない作戦でいこうかな、まあ、こんなもんかな。そしたらちょっと緩い生地なのでちょっとまんべんなく打ち粉をまぶします。発酵が終わりました。ちょっと一回り大きくなった気がしません？こんな感じ。そしたら150度のオーブンで12分ぐらい焼きたいと思います。足りなそうだったら13分焼くけど。はい、ということで夜になりました。で、パンが焼けましたよ、皆さん。パンが焼けたのはこちら、じゃーん。ちょっと焼き色ついたかなって気がするけど、まあなんとか綺麗に焼けたし、最後にね、粉糖を振ろうと思うのでごまかせるかなと思います。まずこのカスタードとホイップは妹がね、生クリームをお砂糖、多めのお砂糖を入れてホイップしてくれたものがここにあるので、かぼちゃはまずカスタードと混ぜたいと思います。ホイップは最後に混ぜる。まずはカスタードのボウルの中にかぼちゃを入れて、では混ぜます。
なんかカスタードもねちょっとだけ冷蔵庫に入れると固まるのでほぐしつつで、かぼちゃはあえてちょっとこうなんていうのホクホクなつぶつぶ感を残した感じにしたいのであんまり裏ごしとかねすっごい滑らかにしたかったらなんかミキサーにかけるとか裏ごしたりとかいろいろできるけど今日はちょっとつぶつぶ残し気味でいきたいと思います。はい、生クリームちゃんをちょっとだけ取ってきてはい、これは泡を潰していいのでちょっとなじませます。で、ちょっと伸ばすドンドン、さっくりと混ぜます。ちょっとだけ泡を気をつけ、泡というかふんわり感を気をつけながら混ぜる混ぜる混ぜる。うわー、おいしそう。さてさて、ちょっと味見です。よいしょ。こんな感じでカットして、どのくらいのせます？こんな感じでのせるんだけれども、なんかちょっとデザートパンっぽくはなったけれども卵サンドですね。いただきます。やっぱ味はかぼちゃクリームパン美味しい。でもなんかどこか卵サンドの味を期待してしまっていた私がいました。甘いけどちゃんと美味しいです。味的には成長というか、もっとこうトッピングとか、修正は必要ですが美味しいと思う。このクリームは確実に美味しいです。でもやっぱ見た目がね卵サンドなんでもうちょっと修正が必要かなと思いますね。じゃあまた6年後にリベンジしますね。卵サンドみたいな出来になってしまいましたがまだまだ私伸びしろがありますね。なんかこういう歌あったよね、なんだっけ。このクリーム思ったけど、ドーナツ生地に絞ったら一番美味しいと思いますね。パンってより揚げた脂っこい系のふわっとした感じなのキュッて、マラサダ、マサラダ、どっちだっけな、マラサダかな、ハワイの揚げドーナツみたいなクリーム絞り入れるのが、一番美味しいかなとは思いました。あと普通にふわふわのトーストって食パンに塗ったりとか、スポンジケーキの上に乗せてケーキにしたりとか、私のかぼちゃクリームパン修行はまだまだね足りないようなので、またリベンジしたいと思います。皆さん6年後もぜひ見てくださいね。なんか失敗してそうなんだよな。とにかくですね、最後まで見てくれてありがとうございました。初料理動画はかぼちゃクリームパンでした。いかがでしたか？この動画でね、少しでも美味しそう、楽しかったよって思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。そう、話は変わるんですけど、黒板コーナーってあったじゃないですか。で、黒板を復活というか、最近ちょっとやってなかったんですけど、黒板を決めて、位置を決めて復活させたいなと思うんですけど、どこがいいかな。なんかここら辺、この棚に黒板かけても、でもこれ棚結構いいグラス置きになっているので、ここら辺に黒板を立てかけても可愛いかなとか思いつつ、
そう、黒板もね、まあ、ちょっとなんか素敵な黒板でもいいし、ちょっと考えていつものやつかも、大奥だけかもしれないんですけど黒板を復活させたいなと思っています。やっぱなんか私意外と無意識に始めて全然意識してなかったけど黒板のイメージが結構あるみたいで、だから黒板ね、またやりたいなと思いますが、黒板を始めた初期の頃は結構毒舌なこと書いてたんですよ。でもだんだんなんかちょっとこう、私も大人になったんでしょうね、なんか柔らかいことを書き始めて五七五を読んでみたりとかしてたんですけど、でちょっとなんか書くことがあんまり思いつかなくなっちゃったからやめてたんですけど、またちょっと毒舌気味の私に戻ろうか、戻るというか、またちょっと復活できるかなって気がするのでどういう復活だよって感じなんですけど、ちょっと